はい、皆さんこんばんは、チューイングバカです。今日はですね、ちょっと仕事がハードだったのと、朝雨が降ってましてね、昨日に引き続き、走ることはできなかったんですけども、またあんまり、動画を上げないのが続くと、せっかく、まあ、見てくださってる方に失礼かなと思いまして、これを撮っています。というか、まあ本当に楽しみにしてくれている人が、いや私のなんかね、どうかわからないですが、いれば申し訳ないなという気持ちが、昨日ちょっと走れなくてあったもんですから、今日はこういう形で、夜ですが撮るようにしました。今日はね、朝の9時から先ほど夜の8時半まで、仕事がずっと立て込んでましてね、まあ本当に疲れました。もう一日中仕事をしているとやっぱりこうジョギングをしている方がなんぼか楽だと思いますね。本当にまあまあまあ、そんなわけで、ちょっとまあ若い人に言われました、ブラック企業じゃないかと。まあ確かにそうなのかなと思いながらも、頑張って働いているジョギングバカでございますが、今日は、後ろにこのようにね、バイタリティのシャツや、ジャンパーが貼ってあることでも分かるように、バイタリティの話をまたしたいなと思っています。先日全然こうまあね、一切こう増えなくなったというお話をしましたよね。その状態がまだずっと続いています。社長さんに、動画で文句を言っても一向に収まりません。で、まあ仕事が忙しかったから走らなかった、雨が降ったから走らなかったというだけで、別にジョギングをやめるつもりはないんですが、バイタリティに対するそのモチベーション、ですね、本当にハンコがもらえない、まあラジオ体操みたいなものです。あなたは今期の分の運動ポイントは全部もらったからもう上げないよっていうのは、これは違うんじゃないかなっていうふうに思っています。今ね、これ iPad の方に用意してるんですけど、皆さんにね直接ご覧いただこうかなと思っています。バイタリティのボタンをこうやってピッと押しますとね、こうバイタリティのロゴが出てくるわけなんですよ。まあ、このように、ね、ほらもう画面全部真っ赤っかですね、後ろも前も。で、パスワードを入力するっていうと出てくるんです、ね、出てくるのはいいんですけど、本当にねこう悲しいことにね、全く増えてないんですよ。見えますか、あと3000ポイント。今日だってね、ハードなね、こう、ほら、これしか、ね、1万7000のまんまでしょう。1万7000のまんま。ね、ほんとひどいですよ。ひどすぎますよ、社長さん。これを見てたら、ちゃんと、いや、見てないのかな、社長さんは。見てたら、ちゃんとね、こう、対処してほしいと思います。だって僕一生懸命いつも走ってるし、今日だって1万2000歩歩いてるんですよ。なのにね、何にもなしですから、ほらほら見てくださいよ、この当年の上限に達しました。いやだからゼロですって。いやちょっとね、上限に達したからゼロっていうのは、納得はいたしかねます。はい、それはもちろん、そのまあね、ルーレットとかのアクティブチャレンジのこう、まあこれはね、アクティブチャレンジの方のこうルーレットはできるんですよ。だからってね、ちょっとね、
レット出てます、ルーレット。ほら。ルーレットは回せても、あんまり嬉しくないですね。はい、じゃあルーレット回しましょう。ルーレットがいくらね、回してね、景品もらえてもね、何になりましたか？老眼がひどくて見えてないんです。何になりましたか？あ、スムーシーですね。チケット確定と。スムーシーがゲットできたようです、皆さんと共に喜びたいと思いますが、喜びも、半減です。正直言って、そこまで嬉しくないです。だってね、いくらこういうものもらってもこう一番欲しいのは自分が走ったよっていう、この何と申しましょうか、バーコードのとこは隠してお見せしましょう。ピッ、このようにスムーシーをゲットしましたが、ね、まあこれを妻に飲んでもらったりしてるわけなんですけども、そういうことをしていてもこうちょっと虚しいですね。正直言って困ったなと思ってます、このままバイタリティのと名乗って動画を撮り続けるか、それとも外して、単に自分のね、こうどうだろう、ジョギング動画として上げていくか、非常に、悩ましい事態に遭遇してますので、まあとにかくもしも社長さんがこれを見てたらですね、ぜひポイントをね、まあ、提案ですけど、別にね、保険料安くしろって言ってるんじゃないんですよ。いや本気ですよ。保険料なんていらないけど、さっきのこの数値をちゃんと上げてください。このことはね、本当に多くのこれをやってる人のおそらくね、いや総意です、間違いないです、総意です。このあるでしょ、ポイントのここのこれ、これこの数字、このトータルの数字がちゃんと上がるようにしてください。で、全体にポイントが何本あるっていうのを分かるようにお願いしたいと思います。そうしてくれないとやる気が非常に落ちる。止まってんだもん、数字が。やっぱりそれはね、年間どれだけ頑張ったかっていうのが分かるように数値化していただきたい。そのことで、保険料を値下げしろ、値下げしてくれとか、割引してくれとか、ケチな話は言いませんよ、本当に。せめて数値で分かるようにしてくれないとやっていて、やりがいがございません。例えばガーミンの時計のね、記録するアプリなんかは、まあ、当然全部わかるわけですよ。自分が走り出してからいかにやってきたか、何キロ走ったかなんていうのはもう一目瞭然すぐわかるようになってますんで、そういうことを見習って住友生命さんも健康づくりをお手伝いするという以上をやっていただきたい。これは私だけじゃないと思います。こういうふうに思う人は、この後年間の運動ポイント上限に達する人が続出するでしょうから、私は毎日60ポイントを貯めるということで意気込んでかなり頑張ってやってきましたので、おそらく、まあ、日本中の中でも早めに、バイタリティを始めた方の人間ですから、早めに到達した人間であろうと思ってます。なのでこういう意見は聞くべきですちゃんと聞いてほしいなと、そう思ってますので、ぜひとも、住友生命の社長さんからのコメント、あるいはもう少し、下の方でも構いませんので、そういった住友生命の方からの お返事、コメントお待ちしてますので、ぜひ、お寄せください。そこで、色良い返事がいただけることを信じておりますので、どうぞよろしくお願いします。受験の若でした。